こんにちは。スーパースポーツコネクション、サメザです。今日ちょっとね、今やったんですが、この鱗見えますかね。映ります？こっち。いや、この痛恨カラーになってますよね。ここでじゃあ続きちょっとしようかなと思ってね、やり方をね、ご説明したいなと思います。まず、ドクターケアコネ鱗取り、このアイテムですよね。こちらを、なんと軍手のひっくり返してちょっと丸くしたこの手首の粗い部分、こういう素材を使っていただいてレースを取ります。で、あとはゴシゴシと、 できれば縦縦横横よりも円を描きながらする方が綺麗に仕上がりますね。最初はこうやって弾くんですよ、ね。まあ、そういうまずは弾きをなくすことが大前提。おりゃーっと。右腕に来るね。右朝だけマッチョだぞ。右腕だけな。まだまだね。お時間かかっちゃうね、ごめんなさいね。10年分の鱗だそうなんだね、この方ね。そんな古い鱗でも取れるのってよう言われるんですよ。取れるんですよ。力いるけどね。やってみましょうか。まあ一発回答したいところですけどね、こればかり流してみないとわからないんで。どれだかチェックします。これもね、裏技があるんですよ。タオルをこの状態湿ってるんですね。服全然入りませんよね。そんな場合にタオルをねどうするかって言ったら、四つ折りしとこうか。こうね、スローモーションで引くんですよ。そしたらこの部分だけこう綺麗に、まだ取れてませんね。ね、取れてくんですよ、こうやって。
まだちょっと鱗あるの分かりますかね。残ってますよね、ちょっとね。すいません、やりきります。まんべんなく力を注ごうと思います。テイク2どうでしょうね。いいんじゃないの。取れましたね。取れた。よかった。2回目も作ったらどないしよう思ったんですよね。一発でやってこそね、YouTube 的にも。うん、おお、さすがっすってなるんですけど、すみません。で、この綺麗になった窓ですね。で、その後はスパシャンかけるとかエアワイパーをやっていただくと水がピシピシャン弾くんで、今日はとりあえずスパシャンしときましょう。上がりです。ぜひタオルの拭き方もそうですけど、そうですけど、鱗取り&この軍手、ぜひお役立てください。また次回いろんな試してきますんで、ぜひご視聴お願いします。ありがとうございます。